6月っていうのはこれユーロドルが反転しやすいです。8月は基本的に円高になりやすいです。9月10月はドル円が円安になりやすい。12月何があるかというと、これはニュージーランドドルの買いです、ね、はいどうもヨーチョロドースうーす。はい、今回の動画でですね、大口の年間スケジュール、この中で一番重要な10選ですね、これをユージェルが選んで、マイフレンドたちに、ね、紹介していこうと思います。で、大口っていうのはですね、我々個人投資家とは違って、決まった時期に決まった注文を出さなきゃいけないっていうあの側面があるんですね。まあ、その理由に関してはいろいろ大人の事情が絡んでくるんで、まあ、個別にね、あの解説していきたいんですけど、まあ、こういった大口たちの、年間スケジュール、まあ、だからその時期ごとの値動きの癖ですよね、これを我々個人トレーダーが知っておいて何も損になることはないですよね。むしろ得になりますよね。なのでこの動画を見ながら、マイフレンドたちは必ず、自分のスマホのカレンダーですね、スマホのカレンダーに、スケジュールとして入れてください。大口がこうこうこういうのをやってくるぞと、そうすることによって事前にね、あの準備することができるじゃないですか。まあ、今回紹介するその大口の年間スケジュール10選ですね、これが、マイフレンドたちのトレードの、役に立つっていうのはね、もう 100% もう、ね、約束できるのでね。なのでこの10選をですね、今から確認していく前にですね、必ずいいねボタンを押して、そこからですね、自分のスマホのカレンダーにね、大口のスケジュールっていうのを入力していってください。そしたらね、それぞれ使って大口の年間スケジュール一緒に勉強していきましょう。で、まずは4月なんですけど、4月になってマイフレンドたちが意識しなきゃいけないのは、まずトレンドが反転しやすいっていうことね。で、2つ目がポンド買いが来やすいっていうこと。そしてドル円の大枠として、大枠の流れとして、この4月から秋にかけてっていうのは、これ基本的に円高になりやすいっていうのがあります。まず一個一個見ていきたいんですけど、まずは、トレンドの反転に関してなんですけど、これなんでトレンドが反転しやすいかっていうと、4月1日からっていうのは、新しい、新規になるんですよ。だから、日本で言えばやっぱり4月1日って大事じゃないですか。学校で言ったら新学期だし、まあ、要するに新しい年度が始まるじゃないですかね。就職決まった人たちは、4月1日から基本的に新しい職場、新入社員として働き始めますよね。ああいう形で4月1日っていうのは、その日本のね、大口たちにとってもすごく重要な日なんですよ。で、基本的にですね、その年度が変わったら予算っていうのも変わるわけですよね。だから4月に入った瞬間に新しいものどんどん買ってこうね、今回はこれを中心に買ってこないとかってなってるわけだから、急にね、その3月31日までの流れとは逆転したトレンドになりやすいんですよね。で、それまでっていうのはね、4月1日になる前っていうのはさ、基本的にはさ、処分じゃないですか。通常を整えるためにね、例えば儲かったものは利益確定して売ってとかって、そうやってさ、決済をしてたのがメインだったんだけど、4月1日になったらもう新しい予算が変わるわけだから、年度が変わって、そしたらもう新しいのどんどん買ってこうぜっていう話になるわけですよね。だからこれっていうのはやっぱりトレンドの反転につながりやすいんですよ。だから特に FX で言ったら、まあドル円ですよね。だから3月31日まで下落トレンドだったな、でも4月1日から急に上昇していったな、あるいはその逆だから、これっていうのは気をつけなきゃいけない。まあ、FX っていうのはその1日ね、日付が変わったら急に値動きが変わることってよくありますよね。でもそれっていうのはもう3月31日から4月1日っていうのはめちゃくちゃこれ変わりやすいです。あ、ちなみになんですけど、3月31日ってさっきから言ってるかもしれないですけど、これは要するに3月の最終営業日ね。3月31日が土日だったらその前の日になりますからね。3月30かもしれない、3月29かもしれないけど、とにかく3月の最終営業日とこの4月1日、これこの1日の差っていうのはめちゃくちゃでかいっていうのを覚えておいてください。はい、次はポンド買いなんですけど、4月ってポンドが変わりやすいんですよね。4月過去の、ポンド円とかポンドドルの、付け足ですよね。これ陽性になる確率すげえ高いんですよ。 80% 以上ってところなんで。で、これが何でなのかっていうのは、これはもうちょっとアノマリーとしか言えないなってところです。アノマリーっていうのは何かっていうと、明確な根拠はないんだけれども、毎年毎月毎日、まあ毎日じゃないか、まあ大体この時期にはこういう流れになりやすいっていうのがあるわけなんですけど、まあよくほら株でさ、セルインメイって言うじゃないですか。5月に株を売れってやつね、あれと似たような感じですね。ただやっぱりデータ取るとポンドが買われる確率で高いんで、そこをやっぱりね、何かしらの理由があるんですよね。だから、これって EU 圏の人とかに聞いたら、わかるかもしれない。だから、それこそイギリスの人とかね、ちょっと友達いたらね、ちょっと聞いといてください。はい。まあ、ポンドが変わりやすいっていう、データがあるっていうこと、これを頭に入れておくこと。だから、仮にポンドショート、ポンド円のショートとかさ、ポンドドルのショートを持ってたときに、これが頭にあるかどうかで、やっぱり変わってきますよね。これも大事。
で次、3つ目ですね。4月の3つ目なんですけど、これはドル円に関してなんですけど、これ大枠で円高になりやすいっていうのがあります。でなんで大枠で円高になりやすいのかって話なんですけど、これはですね、輸出企業と輸入企業のバランスの話になってくるんですけど、基本的にあのドル円ってだから日本の貿易企業ですよね。要するに輸入企業と輸出企業ですね。この人たちはドル円めちゃくちゃあの 取引してきます。で輸出企業は基本的にドル円を売ってくる人たちです。だから輸出企業ってのはドル売りしてくるんですよ。で逆に輸入企業というのは、ちょっと下にちっちゃく書いてありますけど、スライドのね、輸入企業というのは基本的にドル買いしてくる人たちなんですよ。でなんで輸出企業はドルを売ってくる、そしてなんでじゃあ逆の輸入企業は逆にドルを買ってくるのか、これに関しては詳しく解説した動画があるんで、ちょっとそっちを見てください。あの時間かかっちゃうんでね、それ下の説明欄に、リンクを貼っておきます。ドル円の勝率を上げるためには、こうこうこうしましょうっていうあのテーマで撮った動画になります。で輸出のドル売りが、輸入のドル買いよりも、ウェイトが大きくなりやすいんですよ、この4月から、秋にかけてっていうのは。あの輸出企業っていうのは基本的になるべく高いところ、ドル円がなるべく上がってるところでドル売りをしたいんですよ。その方が儲かるからです、端的に言って、なんだけどね、なるべく高いところで売りたいんだったらね、マイフレンドたちだったらどうしますかね。マイフレンドたちもそうだし、まあ、ユーチューブもそうなんですけど、個人トレーダーであれば別に上がるのを待ってそこで売ればいいですよね。当たり前の話ですよね。でも輸出企業たちってそれができないんですよ。やっぱり仕事でやってるし、あのもう会社 その売り上げに関わってくるんで、まあ、例えば一番代表的な日本の輸出企業といったらトヨタ自動車ですよね。まあみんな聞いたことありますよね。であれ、ドル円のレートが1円たった1円変わるだけで、なんと1年間の利益があのもう300億400億円変わってくるんですよ。やばくない？3、400億円そのさ、あの1円で変わってきちゃってさ、結構やばいよね。だから要するになるべく上がったところでそのトヨタとかね、輸出企業はドル円を売りたいんだけど、逆にドル円が下がっちゃったらめちゃくちゃ機会損失になっちゃうわけよ。だから輸出企業っていうのは基本的に定期的にどんどんあのドルを売っていかないといけないんですよ。まあ要するに輸出企業っていうのは、まあ、トヨタ自動車だったら自動車を海外に売ってるわけじゃないですか、輸出して。でその売り上げっていうのがドルで入るわけですよ、海外で売ってるからさ。で海外のそういう決済って基本的にドルなんで、でその受け取ったドルはあるんだけど手元に、でもそれを最終的には日本の会社なんだから円に両替しなきゃいけないんですよ。そうしないと決算できないできませんよね。だからドル売り円買いね、ドルを円に両替する、だからドル円のショートをやってくるわけですね。ドル円のショートね、あのこれっていうのは要するに売上の確保なわけですよね、利益の確保なわけじゃんね。せっかく車売って儲かった分をちゃんと円にドル円がね下がらないうちにあのどんどん両替しちゃわないといけないわけですよ。だからこの輸出企業っていうのはトヨタ自動車にかあの限らずね、基本的に予約注文でどん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 あの売上が入ってきたらどん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 あの出しちゃうんですよ。先に出さないと、あの後ろ倒しにして、もしドル円が下がっちゃった時のリスクの方がでかいから、とにかく輸出企業っていうのはあの先にあの注文を出しちゃう。4月からどん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 なるべく残さないようにする。ただ逆にこの輸入企業に関しては、輸入企業が輸入あの日本の輸入企業が輸入してるものって大半がエネルギー源なんですよ、原油とか天然ガスとかね。で輸入企業っていうのはそのじゃあ原油をあの買いたいと思ったら、輸入したいと思ったら、それドルじゃないと買えないんですよ、基本的に。円では買えないんですよ。だから手持ちの円をドルに両替するんですよ。だから円売りドル買いをやるんですよ。だからそれイコールドル円のロングでしょ。でやってくるんですけど、輸入のドル買いっていうのはこれはもうあの毎日あの定期的に同じ、大体同じ量毎日定期的に入ってきます。そのさっき話したその輸出企業みたいに急いであの売上入ったら売ろうみたいな、予約注文出そうとか、そういう感じじゃないんですよ。毎日毎日あの決まった量をあの平均的にこう出してくるっていうのが輸入企業なんですよね。まあこれは考えてもらえば分かる話で、例えばあの車乗ってるマイフレンドたちだったらガソリンスタンド行くと思うんですけど、ガソリンがさ、要するにさ、じゃあ輸入企業がそのね、じゃあ原油仕入れた時に、まあそれガソリンスタンドのさ値段がさ1日単位でさすげえ違ったら嫌じゃないですか。えみたいな、昨日はね、リッター150円だったのに、え、今日は170円ですかみたいな。それちょっとありえないじゃないですか。だから、やっぱ輸入企業のそのエネルギー源を輸入する、原油とか天然ガスを輸入するっていうのは、あの我々国民の生活にダイレクトに結びついてるから、例えば、当然輸入企業だって、さっきの輸出企業の逆なんですよ。だから、要するにドル円がなるべく下がったところでドルを調達した方が、同じ日本円でも多く原油を調達することができるわけですよ。まあ、簡単な話で、例えば1ドル100円の時に、ね、100円差し出せば1ドルもらえる。それで原油を買うわけじゃないですか、そのドルでね。でもドル円が上がってて1ドル120円の時に、1ドルを手に入れるために必要なのが120円かかる時って、これ同じ原油の量を手に入れるためにその出さなきゃいけない、出費しなきゃいけない日本円が多くなってるじゃないですか。さっきの100円より120円の方が多いでしょ。だから輸入企業はドル円が上がってる時って嫌なんですよ、基本的に。だからなるべく低いところで買いたいんですけど、でもこれなるべく低いところで買いたいから、待ってようと思って
だと思うとするじゃないですか、輸入企業が。そしたらドル円がもしその間に上がっちゃった場合、そのドル円が上がっちゃったことによって原油を手に入れるためのコストが上がったわけですよね。でそのしわ寄せが国民に来てしまうから、それダメだよねっていうことで、あの基本的にはあのその一気に注文したりとかそういうのじゃなくて、あのもう定額なイメージで、あの輸入の決済っていうのは行われるんですね。だから輸出が、まあ、ちょっと先走る感じで、あの基本的にやるあの慣習があるんで、基本的にだから大枠の流れとして、その貿易企業の決済っていう観点でいうと、大枠の流れとしてはドル円は円高になりやすいっていうのがあります。まあ、これを頭に入れておきましょう。で次6月なんですけど、あの正直この動画の中で一番重要なのが今から話すことですね。6月っていうのはこれユーロドルが反転しやすいです。ユーロドルが反転しやすいです。これなんでかっていうと、理由は欧米の中間決算があります。で欧米っていうのはあの日本と違って、あの4月が年度始めではないです。あの普通に1月から始まります。なので、6月末っていうのが中間決算になるわけですよね。1年のちょうど半分ですよね、6月末って。なんでそこに向けて、決算イコール基本的に決済が起こりやすいって考えてください。要するに儲かってるものの利確ですよね。なので例えば6月に向けてユーロドルが下落トレンドを形成してたとしますよね。ってことは、ユーロ売りになってるってことじゃないですか。ユーロ売りドル買いになってるってことなんですよ。これ、ユーロドルで考えたらね。で、6月に入ると、その6月末のね、その中間決算に向けて、それまでのこの下落トレンドとは、この反対の流れ。要するに決済なんですよ、これが。ね、売ってたものを決済するってなったら買い戻しだから。ね、だから下がってたものは上がるんですよ。で、逆にユーロドルが上昇トレンド、6月に向けて上昇トレンドだった場合っていうのは、この6月に入ってると、反転の動きで反対に下落しやすい。これあのユーロドルのチャートでね、あの過去検証してみてください。ユーロドルっていうのは6月にね、あの反転しやすいです。これいや今日紹介する大口の年間スケジュールの中でこれが一番重要ですね。で絶対忘れるんで、まあこの動画をねマイフレンドたちが何月に見てくれてるかっていうのは、まあ各々のタイミングなんでね、もしかしたら7月に見てるかもしれないじゃないですか。7月に見てたらさ、おいおいおいユーチャルちゃんよと、もう来年やねいけいっつっていう話なんですけど、ちゃんとだからだからユーチェルはだからあの5月の、ね、20日とか25日とかその辺 の、 あのスマホのカレンダーに入れてます。5月、そうすれば5月末になった時に、あ来月6月じゃんユーロドル、そっかって頭に入れとかなきゃってなるわけですよね。うん、これめちゃくちゃ重要です。はい、次、次はですね8月なんですけど、8月は基本的に円高になりやすいです。夏円高になりやすいって、これはねマイフレンドたちも聞いたことあると思うんですけど、まあ、よくアノマリーで出てきますよね。で基本的には、お盆休みっていうのはこれ日本特有のものなん でその時にあの輸出企業っていうのがまあ出てくるわけなんですけど、またさっきのね、で輸出企業は基本的に先走ってどんどん予約注文してあのドルを円に両替したいんで、まあ、要するにドル円を売ってくるわけですよ。でお盆の前後も急いで、ほら休み中あの注文出せないから急いでねドル売りの注文を出すわけですよ。だからドル円がまあ下がりやすいと、それによってね。でお盆中に関してはあの差し値を置いておきます。差し値はだから売りの差し値ですよ。マイフレンドたちもやったことあるでしょ、ドル円のレートをここまで上がったら売ってくださいっていう、あの売りの差し値注文ですね。ああいうのやっていきます。まあ、そういうのリーブオーダーって言ったりするんですけど、まあ、それで円高になりやすいっていうのがあります。であともう一個は、米国債ですね。アメリカの国債の金利を、円に両替することを円転って言うんですけど、円転って言われたら円に両替するってことです。でドル転って言われたらあのドルに両替するってことなんですけど、アメリカの国債ってめちゃくちゃその日本の大口って持ってるんですよ。要するに日本の大口たちがアメリカっていう国に金を貸してあげてるんですよ。アメリカっていう国はお金を貸してもらいました。でそれは、元本は決まった年数が経ったら返します。でもその返すまでの間に毎年金利を払うんですよ、ね、いや金貸しビジネスですよね、借金ビジネスですよね。だから日本の大口たちはそれで儲けてる側面もあるわけなんですけど、そのアメリカの国債を持ってるとその8月中旬にですねその金利が支払われるんですよ。それがまあまあでかいんで、それを結局ドルで受け取ることになるんで、アメリカの国債なんで金利もドルで受け取ることになるんですけど、それは円に両替しなきゃいけないんで、それによって、ドル売り円買いだから、ドルを円に両替する。だからこれではさっきの輸出企業と一緒ですよね。ドルを、手持ちのドルをね、外国から得た利益ドルですよね、そのドルを円に両替するっていう、需要が発生する、必要が発生するってことです。それによってドル円をショートしてくるねっていう話になるんで、まあ、この2つがあるから8月は円高になりやすいっていう、有名なねアノマリーがあります。はい、次ですね。次は9月の最終営業日の話なんですけど、これはドル買いの、ドル買いが出やすいです。で、これは輸出のオーバーヘッジって言われてるんですけど、9月の最終営業日ってちょっと、考えてほしいんですよ。何があると思いますか。これ答えを言うと、これ日本の半期末なんですよ、ね、日本は年度が4月から始まりますよね。で4月から半年経ったらそれが半期末になるわけじゃないですか。ってことは、4、5、6、7、8、
9ですよね。だから9月いっぱいが半期なんですよね。1年のうちの、だから要するに半年ってことですよね。だから9月の最終営業日っていうのは半期末なんで、いろんな決済のフローっていうのが入りやすいんですよ。で、その中でもこの輸出のオーバーヘッジっていうのが入りやすい。輸出のオーバーヘッジっていうのは何かっていうと、さっきも言った通り、基本的に輸出企業っていうのは、先にもうどんどん先走りで、どん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 予約注文を出しちゃうんですよ。だから、まだ売上としてドルがね、例えばさっきのトヨタ自動車で言ったら、車を売ってるわけじゃないですか。で、車を売って、まだ売上としてお金入ってきてないんだけど、まあでも大体見込みっていうのが出るわけですよ。ね。今年はこれぐらいの売上だろうなっていうの、今年はこれぐらいの利益になるだろうなっていうのが、やっぱ出るわけじゃないですか、会社だからね。で、だったら先にそのドル売りの注文を出しとくっていうことをやるんですよ。ね、まだ手元には入ってないんだけど、実際に手元にその売上ドルが入ってくるまでにドル円が下がっちゃったら嫌なわけですよ、要するに、ね、だから輸出企業っていうのは先に多めに予約注文を出しておくんですよ。それはやっぱり多めに出してるわけじゃないですか。多めに出してるってことは余る可能性があると。で、余った時に多めに売りの注文を出してた分を買い戻さないといけないわけですよね、それをスクエアにするために。なので輸出の、それを輸出のオーバーヘッジって言います。で、結局ドル円を売ってたものを、決済するってなったらそれは買い戻しになるんでドル買いになるってことなんですよ。なので9月の最終営業日、まあ9月は30日までですよね、まあ、なので9月30日が、まあ、土日じゃない限りは基本的には9月30日が最終営業日なんで、まあ、9月の最終営業日は、この流れが来やすいっていうのをしっかり頭に入れておいてあげる。はい、で次は9月と10月なんですけど、9月10月はドル円が大枠で円安になりやすいっていうのがあります。で、これは、さっき説明した4月から、秋にかけては大枠でドル円は円高になりやすい、この逆になります。なのでこのね、9月10月から秋からは円安になりやすいっていうのがあるんですよ。で、さっきの話を思い出してほしいんですけど、さっきはね、輸出のドル売りの方がでかかった、ね、だから大枠で円高になりやすいよって話だったんですけど、今回は逆です。そのね、輸入のドル買いの方がウェイトが大きくなる、だからこそ秋からは円安になりやすいっていうのがあります。まあ、これドル円の話ですね。これ理由はもうさっきのところで説明も済んでます。要するに輸出はもう先走ってどんどんドル売りしちゃうから、後半になればなるほど、特に予約注文出す必要がなくなってくるんですよね。だからどんどん減ってくるんですよ、輸出のドル売りっていうのが。なんだけど輸入のこのドル買いっていうのはさっき説明した通り国民の生活に直結してるんで、まとめて出すとかっていうことがないんですよ、輸出みたいにね。だから定額で毎日毎日、まあ、決まった量を出していく、必要な量を出していくっていうスタンスなんで、だから輸入のドル買いが、勝りやすくなってくる、この秋になってくるとね。なので、まあ、円安に、反転しやすくなるっていうのがあります。はい、お次は12月ですね。で、12月何があるかっていうと、これはニュージーランドドルの、買いですね。で、ここで関わってくるのが、乳製品なんですけど、ニュージーランドって乳製品がすごく有名なんですけど、で、その乳製品を、どんどん輸出してお金を儲けてるわけですね。で、なんで12月になるといいかっていうと、12月になるとその牛ですよね、まあ、牛がよく育ってお乳がよく出ると、まあ、そういう話ですよ。なのでお乳がよく出るからこそ、乳製品が好調になると。で、それを輸出して、儲かりますよね。で、輸出した時に儲かるのは結局外貨なわけですよ、外国の通貨。だからさっきの日本の輸出企業と一緒で、結果的にやっぱりドルが入ってくるわけですよね。で、それを、輸出企業はほら、日本の輸出企業はドルで入った売り上げを、円に両替してましたよね。だからそれと一緒で、それイコール要するに、円買いじゃないですか、ね、ドル売り円買いじゃないですか。だからニュージーランドの場合はドル売りニュージーランドドル買いになるわけです。だからこの12月になるとその貿易黒字によって貿易儲かるから、それによってニュージーランドドル、ニュージーランドドル高になると、まあ、これも暑いですね。やっぱ季節、もうこれこそやっぱザ季節性ですよね。これってもう本当に知ってるか知らないか、もちろん絶対そうなるわけじゃないですよ、もちろん他の要因がぶつかって相殺されたり逆になることだって当然それは可能性としてあるんだけど、これやっぱ知っとかないといけないですよね。もうだからさっきのユーロドルの反転と一緒ぐらい、もうザ大口の都合、ザ大口の季節性、うん、やっぱり頭の中に絶対入れとかなきゃいけないと。まあこういうのをさ、その証券会社さんとかがね、こうなんかレポートみたいな感じで出してくれるといいんですけどね、すっげえわかりやすくさ、まあ、なかなかね、まあそういうわけにもいかないということで、YouTube がね、YouTube を通して、こうやってマイフレンドたちに、伝えさせてもらってます。そんな YouTube をね、応援してやるよっていう、方はですね、ぜひいいねボタンを押して、応援してもらえると嬉しいです。まあ少しでもね、初心者の、気持ちを忘れずに、まあ、僕もFX 歴は今3年半なんですけど、まあ、なかなかねそれぐらいの歴でね発信してる人ってなかなかいないんで、なんで僕の場合はだからこそそのまだ、初心者の頃の自分の気持ちっていうのが頭の中でやっぱ鮮明なんですよね。そう、何が分かんなかったかとかどこでつまずいたかっていうのがやっぱりまだまだ言語化できるんで、でもこれがもっともっと歴がさ
長くなってきちゃうとどうしてもやっぱ忘れてきちゃうじゃないですかね。初めてキスしたドキドキ覚えてます？もう忘れちゃうよね。ほんと手つないだ時とかさ、初めて手つないだ時とかさ、忘れちゃうよね。そう、普通にファってなっちゃうよね。うん、まあ、それと一緒なんでね、はい、マイフレンドたちがそのつまずく前にね、その僕が動画を出して、少しでもなんていうのかな、みんなのトレードスキルの、向上にそのトレードが勝てるようになる、ね、きっかけになればなと思って、このチャンネルもねやらせてもらってるんで、まだね登録してないって方はぜひねチャンネル登録も、してください。絶対に後悔はさせないですということで、乳製品の、乳製品がね好調になるということで、12月はニュージーランドドル高になりやすいと。でお次はクリスマスなんですけど、これはですね有名で、これも有名なんですけど、ゴールド買いですね。ゴールドを買うといいと。でどういうことかというと、クリスマス前にゴールドを買って、で1月中旬ですね、1月の半ばに決済すると。これがね、ゴールドのアノマリとしてはめちゃくちゃ有名で、でこれこの時期になると、ツイッターとかで誰かが絶対言い始めますね。クリスマス前に買ってそろそろだなって仕込み時だなって。でこれに関してもやっぱり明確な理由っていうのがない。これもやっぱアノマリなんですよね。でもこれもやっぱ強いっすね、うん、これはもう毎年聞きますね、うん、まあ、ゴールドの上昇、うん、もうこれも頭に入れておきましょう。で次ですね、次は、3月の最終営業日です。3月の最終営業日に関してはこうドル買いですね。ドル買いです。でこれは東京中根ですね。東京中根、午前9時55分にかけての東京中根ですね。でちょっと東京中根が分かんないよっていう人は詳しく解説した動画あるんで、まあ、それはですね東京中根だけじゃなくて FX の、用語、これは知っておいておかないとやばいよっていう用語をですね、100選全部解説した動画になりますので、それを下の説明欄の、リンクの方に貼っておきます。まあ、100選なんでね、ちょっと長い動画なんですけど、ただ、その動画の説明欄に、その、目次作ってあるんで、その100個、バーって見てもらって、これわかんないなと思ったら、この用語わかんないなと思ったら、そこをタップすればすぐに飛べますんで、そうやって自分のわかんない単語だけでもね、チェックするようにしてください。そうやって、なんていうのかな、知識負けしてほしくないんですよね、知識負け。なんか知識が、なかったから、なんかもったいない負けが混んじゃったなとか、大枠で見れてなかったなっていう事態が発生しやすいんでね、ちょっとそこだけ下の説明欄に貼っておくんでね、チェックしてもらえればなと思います。はい。で、東京中根、これ午前9時55分にかけて強烈なドル買いになりやすいです。これも3月の最終営業日っていうのは。でまあこの東京中根に関しては輸入企業とか輸出企業、この貿易企業の実需の、いわゆるこの輸入企業とか輸出企業のことを、まあ、実需と言ったりするんですけど、まあ、その実需のフローですね、まあ、彼らがこの3月に関しては3月の最終営業日に関してはもうドル買い需要がめちゃくちゃ高まりますね、うん。でこれかなりですね、月末のロンドンフィックス並みにすげえ動くんで、逆張りしてると大変なことになるので、これもやっぱりしっかりカレンダーに入れておきましょう。であとまあこれはちょっと為替とは関係ないんですけど、一応、3月の最終営業日にめちゃくちゃ面白い、データがあるんですけど、日経平均ですね、株のね。日経平均が売られる、陰性になるのが、これ 90% 以上なんですよ。3月最終営業日。これ面白いっすよね。でもまあ、これは、一番最初に説明した、4月1日になると、その、3月31日までの流れとは逆行しやすいっていうさ、話をしたじゃないですか。だからそれとめちゃくちゃ似てますよね。うん、やっぱり3月31日まではさ、3月31日っていうのはさ、やっぱり年度末の最終営業日じゃないですか。だから、もちろん、さっきも言ったと思うけど、3月31日が土日だった場合は、3月30とか3月29とかになる場合もあるからね。とにかく3月の最終営業日ですね。3月の最終営業日っていうのは、やっぱり処分することの方が多いわけだから。で、4月になったら、じゃあね、予算が変わるんだから、じゃあ新しく買いましょうっていう話になるわけで。まあ、最初の方でね、説明した時にピンとこなかった人も、なんとなくね、こうやって日経で例えられると、まあ、わかるという人もいるかもしれないですね。まあ、こういう形ですね、大口のスケジュール、10選ですね、紹介させてもらったんですけど、一番やっぱり、ユーチュルが一番重要を視しているのは、やっぱり6月のユーロドルの反転ですね。6月のユーロドルの反転。うん、あとはやっぱりニュージーランドドル買い、これもやっぱ地味にね、やっぱこれ知ってるか知ってないかで、ね、これ毎年やってたらいいじゃないですか。ね、もちろん損切りになる年だってあるかもしれないけど、そりゃ。まあでもね、2年、3年とかじゃなくて、5年、10年、20年ってさ、相場と付き合っていくって考えたら、絶対に知っといて損はないですよね。まあこういう形でですね、大口っていうのは、決まった時期に、決まった方向に値動きをしやすいっていう特徴があります。で、今回はその中でも代表的な、まあ、10選っていう形でね、FX に関連するものを、紹介させてもらいました。まあただ実際にはですね、やっぱりもっといっぱいあります。で、マイフレンドたちも経験、
その相場歴が長くなればなるほど、あのそういったものに出会う確率っていうのも当然高くなってきます。で、僕は YouTube の中であのメンバーシップというコミュニティをやらせてもらってるんですけど、まあ、今回紹介しきれなかったものも含めてね、そういった、大口の、まあ、都合、大口の都合で、やっぱ違う、大口の都合で相場って動くから、だから大口のその年間スケジュール、この時期になったらこういう注文が入りやすいっていうのは、やっぱり常に頭の中に入れとかなきゃいけないんですね。月が変わったら今、こういう時期だから、あね、この末日にかけてね、こういうフローが出やすいなとか、そういうのも、やっぱり自分の頭の中でシナリオを組んだ上で、トレードに取り組んであげた方が、やっぱりトレードの角度っていうのは上がってきますよね。まあそういったその大口の都合だったり、大口のスケジュールも含めてですね、メンバーシップの中では、限定動画の方ですね、週5本アップさせてもらってます。まあその限定動画の中では、もうユーチューブが普段やってる分析をもう、そのまま、ありのまま、もうノー編集でね、アップさせてもらってます。いつもね、普段見てもらってるこの動画の中でやってる分析っていうのは、とにかく初心者の方にも分かりやすくっていうのをモットーにやらせてもらってるんでね。なので限定動画の方ではですね、またこの普段の動画とは違ったね、分析っていうのを体感してもらえると思います。その大口のスケジュール感ですね、そういったものでその知識負けしたくないなと、ね、それをただね、知らないってだけで損したくないなと。まあ、あとは他のね、テクニカルとかファンダメンタルズに関しても、知らない分析をなくしたいってね、そういう形で考えてる、マイフレンドたちはね、ぜひ下の説明欄の、リンクの方からメンバーシップね、参加してみてください。月額は2990円に、なります。まあ、初心者の方が、まあ、損切り、トレードして損切りした、まあ、1回分ぐらいの値段というところで、そういう目安でね、設定させてもらいました。まあ、本当に今は日本でもさ、やっぱりその FX やってるっていうとさ、まあ、やっぱりちょっと変な目で見られるじゃないですか。うん、マイフレンズたちもそういうとこあると思うんですよね。その友達とか家族とかにさ、ああ、俺最近 FX 始めたんだよね、みたいな。なんか、最近ゴルフ始めたんだよね、的なノリでは言えないじゃないですか、普通に。ゴルフ始めたんだよね、って言ったらさ、おー、マジで?みたいな。クラブどこの使ってんの?とかさ、何?ラウンドをどれぐらいで回ってんの?とかさ、ねえ、なるけどさ、なかなか難しいんじゃないですか。FX、FX ですか?みたいな感じじゃん。うん。でもなんかそういうのも、正直、5年後、10年後ってもう変わってると思うんですよね。普通に副業として、だから今ってほら、やっぱりさ、まあ、コロナもあって、その、まあ、この動画を収録してるのがね、その、まあ、コロナ禍での撮影にはなってるんですけど、まあ、2021年の7月ですね。まあ、そういう、まあ、そのね、コロナの影響もあって、やっぱり副業ブームっていうのがやっぱ来てますよね。うん、で、やっぱりその FX っていうのも、なんていうのかな、そのまあ、プログラミングとか、まあ、ライティングとか動画の編集とか、まあ、そういった、一般的なね、副業と同じような、扱いでね、その FX っていうのが、まあもちろんね、人数は限られるとは思うけど、一般化してくると思うんですよね。まあ、普通にトレードで稼いでる人って、まあ別に、まあ10人中さ、そんな7人、8人はいないけど、まあまあ3、4人はいるよね、みたいな。そういう未来って、全然来ても全くおかしくないと思うんですよね。で、その時に、じゃあ10人中3人、4人に入るためには、やっぱりしっかり相場歴重ねて、ね、結局歴が長くたって勝てない人はやっぱ勝てないから、いい損切りをして、ね、しっかり相場にチャレンジをし続けてね。で、その中で謙虚な姿勢。自分におごらずね。利益が出た時はおごらずに。で、損失が、出た時も、しっかりメンタルを安定させてってね。だからそうやって、相場に合わせてね、自分のトレードスキルっていうのを上げていければね、やっぱりその5年後、10年後、そのね、3割、4割、10人中3人、4人に、入るっていうのは、さして難しいことじゃないと思うんですよね。まあ、なので、しっかりね、まあ、ここまでね、この動画を見てくれてる、マイフレンドたちであればね、しっかり継続できる人たちだと思うので、一緒にね、まあ、頑張って、結果を出していきましょう。はい、ということでね、ちょっとこの動画も取り上げたので、まあ、今回ですね、その大口の年間スケジュール10選というね、形で、動画を撮らせてもらったんですけど、まあ、マイフレンドたちの中で一番印象に残ったものを、ぜひね、コメント欄に残していってください。まあ、それに関連するようなね、また、動画っていうのもね、撮れたらなと思うので、もう1個だけですよ。1個だけ。一番その10選の中で気になったやつね、ぜひコメント欄で、教えてもらえればと思います。ということでね、ちょっとユーチューブはもうこれで動画撮り終わったんで、ちょっと筋トレの方に、ね、行っていきたいと思います。Goodbye, see you. Goodbye, see you. Wee.